皆さんこんにちは、板花桃也です。この番組はアウトドアを板花桃也が挑戦していくという番組でございまして、なんと、今回はキャンプをしていくということで、この番組でも実は去年3回ぐらいキャンプしてるんですけど、私もプライベートでキャンプに行くぐらいハマっておりまして、今回なんかちょっと新しいキャンプにまた挑戦するということで楽しみにしています。ということで、今回キャンプをまた教えてくださる先生をご紹介したいと思います。こちらの方にお越しいただきました。かつみちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。今回も、はい、いいんですか先生、お願いして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介を改めてお願いします。はい、クロスキャンパーのかつべと申します。よろしくお願いします。やった教えていただくのは松江市のアウトドア用品専門店クロスキャンパーの勝部遥さん。以前も番組でお世話になった頼れる先生です。今日は後ろにちょっと見えてるんですけど、見えちゃってますねこちらの軽キャンピングカーを使ってキャンプをしていきたいなと思います。軽キャンピングカーですか。はい、なんかキャンピングカーってすごい大きいイメージがあったんですけど。そうですよね、軽もあるんですね。そうなんですよ、最近は軽トラをリメイクしたようなキャンピングカーも出てきてたりとか、バントラックのようなものをキャンピングカー仕様にされる方もいらっしゃいます。そうなんですね。はい、じゃあちょっと実際に中見てみますかキャンピングカーはホンダカーズ島根東でレンタルしました。すごいですね。テレビもあるし。そうなんです、テレビもあります。え、何これ、IH？ はい、IH です。 IH もあるし、ちょっと開けていいですか。開けてみてください。水道？はい、水道も水が出るという。水が出ます。すごいですね。これ何だと思いますか。え、なんか大理石。何ですかこれがですね、ここにもしかしてはめ込むと高さ調節をするとテーブルになります。すごっ。ドリンクホルダー。そう、だからここで料理をして、はい、ここで食べてもできます。最高のコースじゃないですかなので、普段のキャンプとはまたちょっと違ったキャンピングカーで楽しむっていう楽しみ方も、はいはい、一緒に楽しんでいけたらなと思います。はい、ぜひいざ出発わー、めっちゃ楽しい。すごい、あ、すごい軽いわ。全然、なんか私も軽自動車乗ってるんですけど、はい、私の車より運転しやすい。でもなんか軽トラックって結構なんかクッション性ないから座り心地がとかって言いますけど。ですよね、全然いいですよね。全然いいですよね、全然お尻に響かないし、乗り心地いいですね。はい、すごい桜がめっちゃ綺麗ですよ。ね、いい景色。こっち行けばいいんですか。まっすぐで。まっすぐで、はい。わあ。鳥取県最北郡伯耆町にある FBI 大山。広大なフリーオートキャンプサイトが特徴で、晴れた日には大山を一望できる絶好のロケーションが人気のキャンプ場です。楽しみ。今日はもう雪がちらついてるので、はい、結構キャンピングカーを利用して。お、はい、そうですよね。こっちにカフェがあるみたいなので。そうなんですね。そうなんですよ、カフェ。カフェです。めっちゃおしゃれ。お邪魔します。お邪魔します。すごい、すごい。 FBI 大山のキャンプ場にはカフェも併設されており、ゆったりと食事を楽しむこともできます。板花さんはお店の看板メニューのハンバーガーを、
松部さんはハンバーグプレートを注文しました。これやっぱりハンバーガーだから頑張りたいですよね、はい、うん、実食いただきます。美味しくないわけがないですよ ね、ボリューム感がすごいですね、本当に。めっちゃジューシー。やっぱ全部の味がちゃんと生きてますね。さすが、美味しいです。私はハンバーグプレートにしました。はい、もうお皿がまず可愛いですね。可愛いですね。ハンバーグが丸々大きいのが入ってます。大きいですね。あと卵も卵入ってるんですか。いただきます。おいしい。おいしそう、うん、おいしい。めっちゃ肉肉しくて、うん、おいしいです。もう香りがだってもう最高ですもん ね、すごいいい香りが、うん、熱々ですよね。熱々です。さっきメニュー見たら、うん、結構お酒の種類豊富だったんですよ、うんうんうん、ちょっと持ってけるか聞いてみてもいいですか。さっき見たらお酒結構あったんですけど、あれってあっちのキャンプ場に持っていくことってできるんですか。もちろん、ね、あ、いいんですか。ありがとうございます。じゃあゆっくりちょっとここで食べて、ね、夜はキャンピングカーで料理していきます、ね、料理していきましょう。さっきハンバーガー食べて、はい、車に戻ってきたわけなんですけれども、はい、やっぱちょっとお酒をさっきテイクアウトしてきたじゃないですか、うんうん、ちょっとおつまみ作りたいじゃないですか、はい、何作ります。今日は簡単にできるポテトチップスを作りたいと思います。ポテチ。そう、何からしたらいいですかね。まずじゃがいもをさっき洗ってきたので、はい、このじゃがいもをあの目取って、目取ってどうですか。大丈夫です。やりすぎやりすぎですか。これは大丈夫です。じゃあ次はじゃがいもをスライサーで擦っていきます。はい、こんな感じで、一回いって、いってじゃあ今スライスしたこのじゃがいもにお水をひたひたに浸してもらって、はいはい、10分間、はい、お水に浸している間に浸しております。もう一つの料理を作りたいなと思います、はい、今日はフライパンで簡単にできるウィンナーパン、ウィンナーパンを作っていきたいなと思います。もう美味しそう。でまずは生地を作っていきたいので、このアイラップに油を塗って、塗って、はい生地がくっつかないようにって感じですね。ホットケーキミックスを1袋全部入れちゃってください。全部入れます。てぃやーてぃやー。ここに卵を、卵あ、まずい、はい、はい、大丈夫、はいはいで、こねていく感じです。ある程度混ざってきたらまた少しお水を足す感じです。はい、油を少しまな板にキッチンペーパーで塗って、はい、切りましょう。切りましょう、はい、普通に5等分で、5等分。そしたら、はい、手に油をつけてもらって、はい、で伸ばしていく感じ。伸ばしていく。手のひら使って、あ、そう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 、すごい上手じゃないですか。え、急に初めて褒められましたやったー、嬉しい。 もうひたすら伸ばしていく感じです。ひたすら伸ばしていく感じ、はい、はい、これをウィンナーに巻きつけていきます。うん、そういう感じです。そして余るという完全にウィンナーちゃん隠れちゃったけど、はい、大丈夫です。できましたこれをじゃあどや焼いていくってことですか。そうです、フライパンで焼いていきます。わかりました、はい、はい、よいしょ、いいですか。はい、あ、なんかパンのいい香りしてきた。あ、かわいい。
いい感じ。ちょっとできた気しますよ、これ。開けてみましょう。開けてみましょう。お、いい、めっちゃいい香り。え、ウィンナーにまでちゃんと火通ってますね。はい、通ってます。どうですかこれ。いい感じの、いい焼き色で、はい、焼き色でいいんじゃないですか。はい、じゃあですね、はい、ポテトチップスを、はい、水切りし、はい、そして油を入れ、はい、今温めております。はい、あいい音や。二度揚げをする感じで、二度揚げの時は多分枚数少なめにしてやった方が、おい、いいですね。完全なるポテトチップスです。さ的にはどう。あ、もうカリカリでございます。おいいんじゃないですか。はい、いいと思います。はい、勝部さんできました。なんとおしゃれな空間なんでしょうか、ね、素敵すぎる。はい、まずは、はい、あのここにカレーがあるんですけれども、はい、こちらはですね、電子レンジが私が使いたいということでインスタントのカレーを買ってきて、はい、進したということですね。そうですね。しかもこちらに、はい、素敵な瓶がありますけども、はい、ハートランドと書いてあります、はい、ビールですね、はい、ビールに合わせてこちら、はい、食べていきましょう。食べていこうかなと思います、はい、いや今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。じゃん。うん、冷えてて美味しい。しみますね。いただきます。いただきます。うん、うん、めっちゃちゃんと焼けてました、うん、不安だったけど、うん、自分が作ったなんて信じられないぐらい美味しい。じゃあポテチ、はい、見てください、超美味しそう、ね、美味しそう。いただきます。うん、大成功。本当に美味しい。本当に美味しい。お酒のお供に、あ、おつまみで。楽しかったですね。楽しかったですね。そうそうそう、 K のキャンピングカーがあるっていうのも今日初めて知ったんですけど、はい、ここまで運転してきてても、うん、すごい心地よかったし使い勝手いいし、うん、コンパクトだけどこんな料理もできて、うん、幸せでしたね。そうですね。いろいろ教えていただいて、いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。また今度お会いできるの、はい、楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆さん次回もお楽しみに。